リビングの生け花、これだけは覚えよう。花を長持ちさせるコツ。それでは水切りアップでご覧ください。こちらの方のこれはカーネーションになります。カーネーションの茎を水の中に入れます。水の中にね、はい、水の中に入ってます。そしてこれをこういう感じにして斜めに切りますね。これだけです。斜め、お水の中で斜めに切る。斜めにこんな感じですね、切り口。これだけでだいぶと違いますね。そんな難しいことないですね。これがカーネーションでした。カーネーション、どんなお花でもそうです。次です。枝物いきます。こちら枝物で花、雪柳ですね。雪柳の場合はまずお家とかのどこかでね、こう積んできたりとか取ってきたのは、こうやって切り口のところのそばに葉っぱがありますから、この下の方の葉っぱは全部取ってあげましょう。そしてお水の中にやはり入れて、で斜めにチョキです。斜めにチョキ、これだけです。斜めにチョキン、こうですね、見えますかね。はい、これだけのことなんですけども、だいぶ違います。そしてこちら枝はこの辺が黒、茶色くなってますよね。茶色の木の皮が入ってます。こういう子はだいたい 100% とは言いませんけど、だいたい水あげが悪いので、これを外側の皮をちょっと取ってあげます。こんな感じですね。こういうふうにするとこの茶色い皮が取れてきますね。はい、そうすると黄緑色のとこと元々の茶色いとこ、こういうふうにするとね、だいぶ水揚げがいいですよ。それでこちらの方にこう水入れて、ちょっと斜めに切ってこそ、だいぶいいような気がしますね。こんな感じで、さらにもっと水揚げ、もう一手間かけてもいいよという方は、ここのところをですね、半分に切ってもらってもいいかなと思います。ここの、こんな細い枝だとなかなかちょっと大変なんですけど、ここのところを半分に、よいしょ、こうですね、見えますかね。こんな感じ、ここの間に、こうですね、こういう風にちょっと割る感じですね。でもう一回水切りとかちょんとしてあげたら最強違いますから、こんな感じです。暑くなってきたら水切りをして長くお花を楽しみましょう。チャンネル登録で季節の花の生き方をお届けします。ありがとうございました。